はい、どうぞ。はい、今日はあのアクティブスーパーウンということでやります。アクティブスーパーウンって言われて、あ、これあんまり機能的な害というのは、まあ、一応直訳するとそんなような感じで訳されますけど、何を、まあ、普通の肺害じゃなくてそういうふうになぜ表現するかというと、まあ、姿勢コントロールずっと今まで、ね、みんな大事だって話をずっと多分しながら共通のキーワードになってたと思うんですけど、スーパーインでもやっぱ姿勢コントロールって重要なんですよね。つまりその害の中でも姿勢コントロールを失っていない害である。何を言うかというと、例えば手足が自由に前の中でも使えるし、それができるから、あ、頭をこう空間にコントロールして、それができるからこういざ動く、寝返ろう、起き上がろうと思って、それらのうまくその指示の重さだったり頭の重さだったり、ここもコントロールできて姿勢を変えていけるわけです。なので、それがスムーズにできる。まあ、もっと違い方すると APA とかっていうキーワードもあったかもしれないけど、そういうのがちゃんと機能しているっていうのも外部が機能しているで、あとは、もう一つ外部の中が外っていうのはもう特徴があって、立ってる状態ですよね。立ってる状態、それから移動している状態と、それもそのままなんですよ、90度こうしてそのまま姿勢が赤いになる、ね。まあ、その要はアライメントね、集結の要素はちょっとだけ違うんだけど、アライメントで言ったらすごく近いものがあるじゃないですか。だからもう一つ大事な要素は、外は立位や移動をに関連したところで、アライメントに特化しているところに関連したところを治療できるというふうな姿勢だというふうに思います。だから害を害のために、害が楽になるためにやるチームじゃなくて、その先の向上力については移動をイメージして介入するということがとても大事です。 OK です。で、今日やる、実は、寝ていく過程です。スーパーインというふうに、とかっこいいでしょ、かっこいいね。シップスーパーインします。で、その過程をやります。で、なんでそれをやるかっていうと、患者さんってこう座ってますよ、寝ますよ、寝た時に、まあ、みんなまで臨床像だと分からないかもしれない、分からない人が多いかもしれないけど、とんでもない寝方してたの、崩れる、ザーザーンって頭から痛い。で、その後の外部姿勢って見たことあると思い出すの、とんでもなくこう斜めになったりとか、とんでもなくこんな連合反応ができたりとか、で、その状態で次の動作にもう一回起き寝ますって、もう一回今度左が寝られますって、そんなことできしにくそうじゃん。で、そんなことが毎回起こってたらどうなる。じゃあ今度立って移動しようよって、ね、そこに波及してしまうんですよ。で、多分綾川さんのところでやってくれたストップスタンディングっていうかね、あのこう立位から座って間の過程を見てみました。そこで評価もするし、アクティベーションもするし、だから僕はそれをそのポッシャーとポッシャーって言うんですけど、姿勢と姿勢の間っていうのはとても大事で、その間で患者さんは姿勢コントロールを失ってしまうことが多いので、その間を大事に見ていきます。OK、 ここまでいいですか。これでいい、大丈夫。じゃあ、まあ、一応その外は立位と関連してますよっていう話を今しましたので、もう一回立位は彼の部分が打ってるんです。これだけがあんまりよく分かってないと思うんですけど、ちょっと整理しましょう。で、次にこの後在の、あ、外か、外を見て、で、この方が寝ていくかっていうのを見てということで、彼の場合、大川さんの時にやってくれたのは、ちょっとこの健康体が不安定性があったり、まあ、肩さんも不安あったりとか、で、足もどっちかというと右足があれだったり、左も弱い、左は硬い、右は硬い感じっていうのがあって、まあ、これざっと見ていきます。なんで、ここであんまり時間を取っちゃうと、実績にならないから、ちょっとあの
立位歩行に影響するっていうのは振りを見ますね。手の振りを見ます。あ、でもだいぶ前よりもいいのがある。ちょっとゆっくりやってみましょう。だいぶ進展がちょっと出てきたのかしら。でも彼のがここで止まるのと、こう体が一緒にこう回っていっちゃう感じがあるのが、こっち後ろに振ってくる。こっちはどうかな。あ、追従感はこっちあるんですね。意識してやりすぎないすごく彼は真面目で、少しこっちは前傾がちょっと強まってくるのと、反対の肩がこう前に少しこうカウンターとして動いてしまう。ここがなんか開かなさそうな。でも追従感そのものとしてはこっちの方がある感じです。向こうの方がちょっとこう追従感をします。後ろに行く行った時にはもう体まで行く。こっちはこう動いた時にこっちがグラッと動いて、それをここでなんか止めてるような感覚の上司の関係性ですかね。で、今は足は右側にウエイトトランスファーを、ね、誘導しようと思って、でこっちの、かかとからの感じを前円速度の方に誘導しつつ、右側へのウエイトトランスファーを見るんだけど、その時に右側へはこういったら右のほら肩がこうやって下がってきちゃうのと、かかとにはこう移動しやすいんだけど肩が下がってくるのと右に流れていっちゃう。で左へのちょっと待ってね、左へのウエイトトランスファーはまず行かない。右の側部が前側部の方にこうかかとからこの方向へウエイトトランスファーを、あ、ウエイトの、圧情報を変えてるんだけど、僕がそれに対して側部が反応してるの。ほんで、でも起動はしてくれて、肩そのものはどうかな、下がってはそんなにはどう、そうだよね。右側に行くときの方がやっぱりこう乗った側はちゃんと進展して高重力方向にこう伸び上がる延長方向の反応を取ってくるみたいなんだけど、こっちの方がまだ若干、でもこっちに行くときに側部とかこういうところがなんか反応がしにくいのと、乗ってしまえば反応はするんだ。こっちは乗るっていうよりも右後ろに流れていっちゃうから、で肩が下がってくる、まあ、そんなような特徴がありますかね。いいですか。でここまでいくと、まあ何かしら側部は何かこう、まあ、なんか反応しにくいことがあるし、でも股関節周囲も流れる様子があるし、でこの肩周辺はもうみんな見てきたとおり何か問題がある。でもこれ全部あるから、どれが彼のクッキーだろうっていうのはちょっとまだ明確じゃないけど、そんな関係があるってことだけ見てるわけです。じゃあちょっと見せちゃいましょう。じゃあそんなことの実意を見、あ、枕ね、どうしっかな。なしのまずちょっと概要を見てみますか。なしの概要、安いところにみんな来てる。まず最初はこっち側から見ようかな。実際に見るから足元から見てみます。
ていうと、そんなようなことをイメージしてるとさ、なんとなくほら、速度さ、ね、こう内反があって、速度が反応しにくいなぁなんていうことがあったら、こういうところでも共通してたの。うん、機械が。速度が内反してて、で、うん、そっか、味方もあるのか。で、この片側のいじれとかを見るのに、一つの指標は、このパテラから、まっすぐに来てるんだけど、まあ、まあ、第二指標だけど、その胸骨に対してこの筋肉の位置と、で、大腿骨に対してこの、あの筋の位置だから、まあ、ちょっとこう、ストレートに近い位置の方がいいんだけど、外の割合どうかなとか、骨盤の、おかえって見てないですよね、見た見た。あ、見ました、うん、あ、じゃあ、それはじゃあ、飛ばします。OK。なので、まあ、アクティブスーパインなんで、まあ、変な話、アクティブじゃないところを示してくれたら、もう行っちゃっていいですか？治療後が分かるので、です右左足のこう骨盤の不安定要素と、左の股関節がちょっと低緊張で、プレーシングすると内転屈曲で止めるっていう要素が左足にあって、で手がアクティブになりにくいのは右手だったんだよね。まあ今どうかと、もう随分治療してきたんで今どうかわかんないけど、それがみんなが見てる彼のスーパーに。ちょっとじゃあ見ていきますね。足の先。あと左のハムストリングスがこう短くてっていうのも、まあ最初のスーパーの評価。あ、でもまあ前よりは多分良くなってるんだけど、キュッキュッキュッって内側にこうちょっと入ってきて、でここでグラ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 ちょっとするっていう感じは残ってるかな。足を上げようと思った瞬間はちょっと反応が悪いですなのでちょっとこの内転を外すような方向性でもこれどうかなというとこんな感じ。はんはん、こっちはじゃあどうかな。でもちょっと右が重かったんだよね。こっちも側面からこう働かせて入って外返しで足を上げようと思うけど、ちょっと難しいのかな。どっちかっていうと外側にこうちょっと突っ張ってる感じ。だいぶターゲットにしてて左をいっぱい頑張ってやってくれたから、右の問題がなんか残ってる感じに私は見えるんですけど、うん、まあ、同じようにこうヒップ周囲のスタビリティの問題があるけど、骨盤がこう流れてしまいやすいのは、まあ右足を上げた時にこう回転してしまいやすいので、左はだから低緊張だって、あのクッキングのこう短縮があるけども、まあ自分でこう代償的に骨盤との連結はできるんだけどっていう左右差があるよね。まあ、両方ともアクティブじゃない股関節だと思います、うん、これがまあそのアクティブスーパインの過程でどうなるかっていうのを、まあそこが本番なんで、ガイはスルッと行きましょう。上肢もちょっと見てくださいね。手もじゃあこっちも持って、肩甲骨が前のプロトラクションしにくいな。肋骨がこう反応してくんないですよね、こっちが右側でね。オッケー。こっちは内転しちゃうだけど追従感はある。で肩甲骨のこっちの方がプロトラクションしてて、こっちは全然出てくるんじゃないので。
下になっていった時に、まあ、寝返りだったら、例えばこっち側がまず自然になりにくいのか、それともこう右側、左側寝返っているところが効きにくいのか、なんかここの連結もあるし、両方があるので、どっちもなんかそれぞれ違いがありそうな気がするけど、まあ、そんな感じの概念してます。それじゃあ置きましょう。なんでここはもうあのストップスタンドのままさらっと言います。本当は大事なんですね。で、とりあえず今日どうしようかなってっていうですね、今のを見るともう少し右に右の肩甲体とあと右の股関節が右の足にちょっとインターフィリティの要素は左もあるんだけど右の方が今日はちょっと強かったのでちゃんと右側の股関節によって抗重力活動があって抗重力活動ができて右の肩甲体がちょっと効いているのでっていうのをちょっともっと走っていくで寝ていくっていう感じをやってみようかなと思いますか。で、これがアームスイングとあとはリーチとかね、リーチのところに関連するんですけど、でから通り抜けちゃった右の足の方に今から足を乗せ、あの左足をね、ベッドに乗せていこうと思うんですけど、それに対して右の手からちゃんと右足乗れるかっていうとこんな感じで乗ってこないです、乗ってこれないので、これはアームスイングもきっと難しいし、リーチも右の足にうまく乗っていけない要素になってしまうので、まずここが両足ともインアクティブだったので、なのでちょっとこう少し動く中っていうのもちょっとあとはここを活性化をちょっとしといた方がいいかな、うん、で寝ていく過程の中でもう一つ今までと大きく違うのはラテラルティルト側方傾斜とローテーションの要素なんです。でそのためにはこのAP キルトって言って前後腱がきちっとできて上部体幹がちゃんとエクステンションこうやってしてこれるかなっていうのがとても大事なんです。それがあるんでラテラルキルトっていうのはできるんだけど、彼の場合は 今までやってたけどここが反応しないです。肩甲体とこの上部体幹でリーチをしていこうと思っても骨盤までここまで発揮するのでここが反応しないので、じゃあ一旦これでこれでね、はい、また何かあったらということになりました。右に寄っていくために、胸郭がちょっとこう、ねじれてますね。ちょっと重さを取っておいて、そのまま広背筋やバックマッスルの長さがどうかな。で、肩甲骨の価格が右側は右側に、なので右手でちょっと広背筋のところに刺激を入れて、先にそこから少し筋肉の方向へ誘導して、肩甲骨価格が下にセッティングできるように後背筋を先に入れておいて右の足の方へ乗せる。そうすると今度は
ひらがねになっているのを感じる感じる。なので今度は左手でかかとがここを安定させておいて、右の手でこの大腿の前の場合だと下が反応してる、上下が反応してるんだけど、下が反応しないときは下をやめて、そこが反応できるように上司からよろしいと思うんだけど、彼の場合はこの上の問題が大きいので、で右手でこの大胸筋のところの下の下部のところを持ってると、結構すごい。もう大胸筋をちょっとリフトして、リフトして、で肩甲骨がこうやって上がります。上がったら、こっちの左手でかかとを先に下ろして、まあ正内転骨だから。また今度は大胸筋リフトしてったら肩甲骨を上げてくるんや。ずっとこの時には左手はで今度は右手を止めといてかかとを滑らせてもっと肩甲骨に動く。そしたら今度はその分またこっちの左手でかかとを上げてくる。少しこうやって肩甲骨を重ねない肩甲骨を運動しやすくなるので、そしたらこの右手で三頭筋を持ってこうやって入れる。そうするとこれ胸郭が二足か肩甲体で手のリーチができます。そういうことをしてきて、末梢から足の方に乗せると体幹の崩れがさっきよりはどうですか、マシですか、大丈夫ですか。でこれがあってここのお尻に乗せたら今度は左を乗せる。乗せていくときに必要なコンポーネント、骨盤と体幹のコンポーネント、まあ今度側方傾斜から左足を乗せていくよっていったときに乗りにくいんですよ。ラテラルティルトと今度は肋骨のこういうちょっとしたローテーションとかフレクションの組み合わせが必要。左足乗せる、そう、あの今の右の下肢のスタビリティだと90度は難しいね。なんでまあ45度まで行って、そう、そこでもう一度右のヒップを作り直さないと左を上げるときに右の股関節が崩れちゃう。作り直さないと、というか、まあ、途中であれだけどストップスタンディングの段階で右のヒップをもっと高めて右斜め後ろに座っていかないといけないですね。はい、ね彼をモデルにするならばです。はい、です。なのでちょっと待って、そこはちょっと何パーセントいいんだ、何パーセントいい、4ですか、はい、5割、はい、5割、半分取られたら終わりってことない。そうです。まだ半分じゃないですよね。大丈夫まだ半分じゃないです。大丈夫だし取ったりしないけど、はい、新人指導なんでベーシックの受講生だったらまあもう取ってるけど新人指導だから心が折れそうなので、ね、はい、まあまあ行きましょう、あの練習する暇がないぞみんな。そしたらまあ、今のはちょっとそのサポートをちょっとしたいですね。側部からの情報を彼は取り込みに行くので、側部にちゃんと、うん、パス情報をちょっと。
たら、さっきより上がります。じゃあ今度はこっち側へ向いてこますか、左側へ向いてこますか。ここで、ね、思い出さないといけないのは、左側のハムストリングスのこうね、ショートネスがあってだいぶ解決はしてきてるけど、なので左足にちゃんと調剤で乗れますかっていうのは考えておかないといけないよね。うん、まあ俺もやれって言われたら結構厳しいんだけど。これはまあ臨床的な工夫としては、あのタオルとかを曲がらない人を入れてあげて、少しでもこう安定しやすいようにしていただけるといいです。次ましょう。じゃあ行きましょうか。うん、で足を、でこれもあの伊藤先生のところでやってましたけど、側部の末梢からね、彼は今内転からすごい今入ろうとしてます、こうやって、うん、でそれを逃さない。まあ、一応これでいうと麻痺側想定というか、麻痺サイドは右側だと想定するならば、まあ、左はあのオーダー入れてやれるけど、右はちょっと動けない人もいる、ね、だからこういう感覚を真っ白からこうやってちょっと入れて、あ、そうそうそう、でこうやって反応してきたら、多分今度は膝を前にして麻痺側呼吸を効かせて側部からこうギュッとする。もう一回戻して練習しないといけない。もうちょっと左側に乗らないといけないので、ハムストリングスの長さを作りながら、左のヒップのスタビリティの問題もあるっていうのが分かっているので、やっぱりね、あの実技なんだけど、こう時間はかけれないんだけど、個別性をこうきちっと解決していく姿を受講生さんに見せないといけないんでね。そこから骨盤の前後傾を作っていって、ハムストリングスがきちっと、あ、左のね、左、それ右足ね、小島君、左側の骨盤の前傾をきちっと作っていって、まあ、メアリーなんかだったら、そこからもう両手をこうね、乗せて骨盤の選択的な動きに入って、ハムストリングを緩めていったりするよね、うん、で左側にちゃんと乗れるっていう、左の上肢からの誘導に基づいて、ちゃんと左側に、ま、非麻痺側に乗ることがすごく重要だというのをきちっと提示をして、そして体幹が働く、体幹が働く、そこから右下肢のプレスですよね。こっち側から。そう。だから右が麻痺側想定なら、左が非麻痺側なんだけど、いい方の 足というか、いい方の座骨の方にも乗りにくいのが脳卒中の患者さんなんで、あの基礎講習会なんかではそれをしっかりと受講生さんに指摘をしないといけないので、まあ、この、寝ていくとこなんだけど、実際の場面でもやっぱり脳卒中の患者さん治療するときに、右足を台に上げるっていう、あるいはトランスファーの段階から非麻痺側にちゃんと乗れるっていうのを、やっぱりきちっと意識しておかないといけないと説明するのね、小島君。僕が痛かったことはすごい。そして、そしてそこに行くなら、重力ラインより前になるので、少しスキャプラがこうセッティングされて、左のお尻に乗っかって、そして右のラテラルティルトが軽く起こるぐらいの、体幹のファシリテーションをきちっとしておいてから右足のプレスですね。そうなんだよね、もうそこでハムストリングスが足りなくなってくるんで、まあ、実際の患者さんなんかだったら、こう座位の中で非麻痺側のね、膝の可動性をきちっと見て、足を下ろしていく段階でこうハムストリングスのレングスの準備をしていかないと、
こう寝ていく過程でやっぱりこう調剤取れないなっていうのを車椅子材の中から想像しておかないといけないし、介入しないといけないかもしれない。はい、で進んでいこう。まあさっきよりはマシかな。チョプラが、まあ、聴覚にできる層のような感じを設定、まあ、上腕で言ったら外旋と区画が重なる。でも強調しすぎないがスタートの、彼の場合右の股関節の方がどっちかというとインスタビリティに強いので右の肩甲体が弱いので右を止めちょっと安定させておいて先に左の肩甲骨の方を撮影します。で、安定。そして今度はこっちを運動。で、今度こっちを安定させておいて、こっちを。で、こっちをスタビリティになっておいて、こっちを。で、こっちをスタビリティ、こっちをスタビリティにしておいて、こっち。昨日こう、段階的にちょっとローテーションに入れて、ファシリテーションに入れて、彼の場合はですよ、彼の場合は。患者さんの場合はまたちょっとだけ違ってきてるんですよ。で、そしてその分だけほら、肩甲骨もちょっと動くじゃない、これ。こうやって肩甲骨が動いてるので、そしたらこれがセッティングされて、これが肩甲骨のプロトラクションに出て、お尻の方へ持っていったらさらにちょっと少しそこを神経をコントロールしてからまたこっちスタビリティをこっち脊柱が下から 順番にちょっと端っこになっちゃったけどいいかな。で寝る前と最初の台と比べてアクティブになっていますかっていうのを、ね、評価をします。みんないいよね。ちょっと骨盤がこう右回旋しにくくなってるんですかね。ちなみに患者さんだったら右が真っ直ぐ想定だったらこんな方法もあってこうちょっと自分で真っ直ぐ手を持ってくる。で肩甲体から行く場合もあるしここで
心情的にどうしても8時とこから。